junk. Is this the real life? ねえ、この歌ちょっと共感できない。共感できない。結局この歌ってイケメン目線だよね。イケメン目線だよね。ブサイクが歌ってもモテる曲を作ってほしい。モテる曲を作ってほしい。リスナーたちの音楽の悩みを完璧に解決し続ける。それがヒムーベリー。ヒムーベリー。あ、よくできてるわ。これはいいね。最後感動じゃないですか。いやいや感動だよ。はい、でもやっぱこのメロディーに乗っけるとなんかいいね。いいよね、これね。そして丸9年を迎え、これまでに向き合ったリスナーの悩み、そして達成した秘密的ソングは300を優に超える。リスナーの悩みを解決できない時もある。悔しさに枕を濡らす夜もある。あんまり受けない時もある。それでもヒムペリーは今日も歌う。リスナーの悩みを解決するため、誰かのために歌い続ける。それがヒムペリー兄さんだから。平成最後を彩る歌の祭典、金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンロールド、今夜決定。ヒムペリーグランド大賞2018。2018年、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどなど、古くから続く人間社会の闇が浮き彫りになり、日本に変化を促した。変化といえばバナナマンも今年大きな変化が起きた。それは日村勇紀の結婚。あのドブの化け物が結婚。あれとドブ界でも衝撃が走り、ドブ界あのヘチマの生まれ変わりが結婚とヘチマ界にも衝撃が走り、狭いんだよな全部世界が。日村のことだから川で結婚式を挙げるのか。俺すげえ川キャラなんだよ今。と川界でも衝撃が走った。川界そんな幸せをつかみ取った男が今宵、幸せの代わりにマイクをつかみ、2018年最も輝いたヒムペキソングを決定する。それでは早速始めたいと思います。お、今夜決定ヒムペキグランド大賞2018。さあ、始まりました、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。いやー日村さん、はい、ついにこの日がやってまいりましたね。どうもありがとうございます。いやすいません間違えました、ヒムペキ兄さん。あ、どうもどうもありがとうございます。いよいよですよ、今年もですね、この時期になりました。そうですね、今夜決定ヒムペキグランド大賞2018、司会進行、そしてですね、審査委員長、そうです、全て務めさせていただきます。よろしくお願いします。設楽です。よろしくお願いいたします。そして、何よりね、本日、いろいろ数多くの楽曲、全てノミネートということで、ヒムペキ兄さん、はい、よろしくお願いします。まあね、もうこれも本当にもう恒例、もうすごい歴史的なあの大会になってきましたから。歴史的な歌も確かにもう何回目ですかね。9回目ですから。9回目ですからね。9年。ええ、すごいですね。すごいことになってきましたからね。いや、我々バナナマンのバナナムーンゴールド、怒涛の歌祭り、はい、歌地獄ということになっておりますけども、はい、そうですね、先週が、グランドヒムペキ大賞の全集祭、はい、そして来週がクリスマススペシャル、これはちょっとよくわかんない。これも歌が絡んでくる可能性もありますよ。まあクリスマスったらクリスマスソングですからね。まあそうですね、うん、そして、今年の最後の放送12月の28日ですね、この日はですね、まあこの TBS ラジオバナナマンのバナナムーンゴールドの前に、うん、ゴッドタウン、うん、マジ歌スペシャル、そうなんです。今年は年内に放送、ね、28日ですね。だからねこの歌地獄に組み込まれてるということで。そうですよ、はい、この時ももちろん TBS のラジオは聞きながら、基本ね TBS ラジオ消すことはもう一生ないんっていう、そうですね、もうつけながら何もかもやる、歌を見ていただいて、そういうことですね。そしてその日ですよ、はい、同じ日のですね、まあ曜日は正確に言うと変わりますが、1時からバナナマンのバナナムーンゴールドは、はいはい、年内最後の放送、恒例のですね、はい、内々紅白歌合戦、そうですね、怒涛の
怒涛の歌祭り、歌地獄となっております、はいはいはい、ということでもう歌って歌って飲んで踊ってケーキ食って歌って歌ってそば食って歌って踊って、うん、餅食って歌って踊って、うん、正月までも行っちゃってるんですね。その餅結構食ってるから正月ももう入ってるのね。そうですね、うん、もうそういう感じのスケジュールですから、うん、いいですよ。そりゃそうですよ ね。その中でもですね、これがですね、まあ大変金平グランド大賞ついにです ね早いもんですね、本当にね。これついこの前やった気がします。2010年のバナナムーンゴールド、はい、このジャンクゼロからジャンクの方に昇格して、うん、そこからもうやってるんで、うん、9回目ということですか。9回目そうですね。そしてだいたい毎年30曲以上35曲ぐらいだいたい平均で作ってるらしいんですって。だからもう9回ってことは、うん、35×9 で、はい、8ですか。なんで8が変なところで割ったろ今315曲ぐらいだいたいね。そうですよ。あるでプラス頻平グランド大賞っていうのは毎年おなじみなんですけど、はい、この日のために新曲っていうのが何曲かあるんで。あります。もうこれ多分340曲ぐらいあります。は過去に作ってると多分ね。すごいですよ。そうこんなにやってたらもうね、ネタないんじゃないかと、うん、もう限界なんじゃないかと、うん、もう面白くないんじゃないかと、うん、って思ったんですけど、うん、秋元先生、秋元康先生ね。秋元康先生は、ええ、まあ、これまで約ですけども、うん、まあ4000曲以上いやもう果てしないよ作詞してるということで秋元先生がそうそんなにやってるんだったらこっちはだって元ネタがあるんだから。そうあのゼロからじゃないからオリジナルなわけじゃない。値を上げてる場合じゃないんだね。340だねっていうことになります、ね、それにしても4000って引く数字だね本当にこれそんな作れんの歌って。いやもっと作ってる可能性あるよ。あれもこれもだもんねだってね、うんうん、この人はね。そうですよ、うん、やっぱね思った。 FNS、うん、この前のでも、うん、秋元先生はあの日のあのためだけに曲を書き下ろしたりしてるんですよ、うん、あなるほど。だからヒムペキグランド大賞で新曲作るってのは間違ってないんですよ、はい、なるほどね、はい、いいんだね。あの一夜限りの、うん、FNS 用のアイドルユニットのために曲を書き下ろしたり。ああそういうことして、あの秋元先生もやってるんですよ。やってんだから。そしたらこっちの秋元先生も頑張ってもらわないとそうですね、こっちも頑張んなきゃいけませんね誰だ即興です、ということで、この大会の概要を改めて説明させていただきます。お願いします。今夜決定ヒムペキグランド大賞、2018をこれから取り行いますけども、はい、この大会ですね、2018年にですね発表されたヒムペキソング、まあ、あのコーナーでほぼ毎週やっておりますヒムペキグランド大賞、はい、ちょっと共感できないとか、この歌なんかちょっとこういう風に変えてくれとか、うん、そういう、まあ、悩みです音楽の。そうですね、はい、そういう形で要望に応えて作ってきたヒムペキソング、うん、これをですね1年の総括であります本日、うん、一番良かったものを決める大会となっております。そうです。はい、まあ今回ですね、先ほども言いましたけど、それ今年1年作ってきたものに加えて新しいもの、うん、これ毎年そうなんですけども、うん、それも加わっていると、うん、その中から一番良かったもの、よかった大賞作品を決めると、はい、まあ前週祭でも結構なレベルのものが出ましたし、もう、ね、今年本当レベル高いんですよね。本当に、うん、前週祭が優勝クラスが出てるんで、はい、ね、もうだから今日のやつも新曲もありますけど、結構例年ここ何年か新曲が大賞に輝くことが多いんですよ。まあ、ね、力の入れようが違うっていうのがあるんですけど全然作品のもう質が違いますから。質が違うんですよね、はい、だけど割と平場って言っちゃうとあれですけど、普通のヒムペキから大賞に選ばれてるのももう2曲ぐらいあるのかな過去。そうでも ほぼ作ったやつが取ってると。そう新曲が悪いわけじゃないんですよ。多分なんとなくその平場の曲がなんかその日は刺さっちゃったっていうかね。いやそうですね。そういうことありますよね。そうですね、はい、あのヒムペキソング9年目の今年は38曲制作。今年38曲、ああその中から日村さんによってノミネートされた曲と、はい、この日のために、新たに制作されたヒムペキソングを今夜流します、うん、流します、はい、この中から本年度のベストヒムペキソングヒムペキグランド大賞を決定するということで、よろしくお願いします。はい、あの今日ですね、このヒムペキグランド大賞をやるにあたってですね、はい、そちらのね
あのブースの方もちょっといつもと違う様子、全然違いますよね。オッチの撮影が取り行われているという。そうです。これはですね。そうです。ジャニオタが、そうです。あの前言いましたけども、うちの番組の10周年記念した、はい、バナナマンのね、10周年記念本の販売促進の一環であります、はい、ジャニオタがモデルとなって、あのオッチさんのね、はい、これあのネット、なんだっけ、何版って、ウェブ版ですよね。で働く女の1週間みたいな感じのコーナー、はい、人気コーナーがあるんですけど、それの撮影を今まさにしてるっていう。そうなんです。今こちらが今仕事中なんですけども、撮影の方が今すごい忙しいから、このでもね、今まさにだから働く1日のこのちゃんとこの金曜日にここをやって撮影場所としてくれてるんでしょうけど、はい、今この本番中にジャニオタを撮影してるんですけど、はい、今あの角度だと胃のが入っちゃうんだけど大丈夫かな胃の入ってないけど大丈夫かな胃のが入っちゃうのと、あと今日はグランド、ヒムペキグランド大賞で、うん、辻君があんまりにも忙しいってことで、うん、ちょっと宮崎さんが宅に座ってるから、宮崎さんが映り込んだバージョンの感じになっちゃう。どうなんですかね。どうなんでしょう、ね。まあ、もう修正入るんじゃないですか、最近のやっぱり写真っていうのは。修正、じゃあ胃のが。胃ののとこが綺麗になくなるんじゃないですか。そうなんです、ええ。それはそれで悲しいですけどね。ええ、でもこれが来週いつから見れるようになるの？予定では来週。来週もどっか。来週ってことは17の週から、うん、この放送に向けて、この放送に向けてぐらい。いや、ジャニオタがね、ちょっといつもより綺麗な気もするんだけどね。いや、全然違います、全然違います。でもオッチが変わってくるともう全然違いますから。あんな子いなかったんですか今まで本当ですか、でもやっぱジャニオタは綺麗ですか、元々が可愛い。いや、元が違いますからね。それね、働く1週間のジャニオタ見てみたいですよね。そうですね、ね、いろんな写真が多分、ね、オッチのウェブのそちらのまた来週あたりまた言いますけど、ね、はい、そうですね、本の方も結構売れ行きがいいですよ。ああ、もうあれ本当にもう、それは素晴らしい。まだ持ってないって方はぜひね、お買い求めいただきたいなと思いますけど、さあ、あのヒムペキグランド大賞に戻りますけど、本日、はい、私と一緒に審査をしてくれる方をご紹介します、はい、お願いします。この3人だ。どうも、東京03飯塚です。豊本です。角田です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。東京03さん、お願いします。東京ゼロさん、東京ゼロさんがここのヒムペキグランド大賞に割といつも来てるイメージがあると思うんですけど、はいはいはい、実はですね、3年ぶりなんですね。あ、そうなんですね。去年いなかったのはなんか、あれだけど、いや、2015年以来3年ぶりの登場。あ、そう、そうなんですね。意外と来てないんですよ。そっか、なんでか知んないけどイメージはすごいある。ずっといたね。そよもと呼ぶ呼ばないみたいな。そうですね。なんででしょうね。でも3年ぶりなんですって、東京ゼロさんの3人がここに来られて。その前はもう何年も毎年出させてもらってるんですね。そうですね。そのイメージなんでしょうね。なるほど。あとはあれかな、あのコント、ラジオコントとかも入りましたね。合ってるからかもしれないけど、あれ春やですね。はい。今日はだから3年ぶりということで、あらら、ありがとうございます。ありがとうございます。帰ってまいりました。楽しみにしてきました。非常に楽しいですから。はい、はい、どうですか、このヒムペキグランド大賞の前にね、まあもう今年ももうすぐ終わりということです、はい、2018年、うん、どうでした。こんなタイミングで聞きます。まだありますよ、12月。まあまあそうですよ。どうでしたか、東京ゼロさん的には。いや、でも今年はいい年でしたよね。本当、ライブもね、全国ツアーも、全国ツアーも出ているので。そうです、ライブ、ライブで。なんていうツアー、なんていうツアーですか。今回は、はい、自然体という、自然体、はい、今一瞬忘れてたでしょ。自然体だったっけ。自然体ですよ、自然体というツアーやりました。全国で結構な数やったでしょ。やりました、やりました、うん、すごいお客さんも集めて入ったんだよ、はい、8万人ぐらい。そんな、いやいやいや、全部2万8000人。少ねえな。いやいやいや、2万8000人多いっすね。さん、下手だな。そうなの、8万聞いたらそうなっちゃいますよ。すごいんだね、2万ってね。いや、すごいよ。東京ドーム入りきらないんじゃない？いや、東京ドーム入りきらない。半分入りますね。下手だな。ごめんごめん。大したことなくなっちゃうんですよ、そういう持ってき方したら。そうだね。ごめんね。西武ドームだとちょっとだけ余るぐらいですよね。いやいやいや、西武ドームでもちょっと空席がちょっと出ますよね。いやいや、全然空席、全然空席ですか。全然空席とか言うなよ。でもすごいなんかあんま入んなかったみたいじゃないですか、それじゃ。いやいや、
28,000。28,000です。いやすごいですよ。いやお金に換算したら、うん、換算しないで。財布に入ってると思ったら28,000と思う。28,000。どういう換算の仕方なの。28,000人。嬉しい。28,000嬉しいですね。財布に入ってたら。財布開いて28,000だったら結構嬉しい。嬉しい。嬉しい。すごい。これいろいろ。はい。それが東京です。それが東京。いやピンとこないですよ。すごいよ。動員に回せたら大したもん。いやありがとうございます。本当に。すごい。いや今年もね、はい、よろしくね、はい、審査の方ね、お願いします。もう来てるよ。何、うん、メールが来てます、はい、ラジオネーム、はい、トークこそ、はい、シャドさん、日村さん、チョコレートハンターの皆さん、こんばんは。チョコレートハンター、チョコレートハンター、そうなってくると、チョコレートハンターって、僕と豊本と大倉とラーメンズ、うん、ああ、それがチョコレートハンター、はい、そっか、俺いない、俺いない、そこには。そっか、はい、あれなんでいないんだ。僕その時はプラスドライバーやってました。プラスドライバーやってましたよ。その時東京でさ、前のね3人組なんですよ。すいませんね、皆さん知らないかもしれないですけど。そういうこと、はい、おい角田、はい、早くボケろよ。いや毎年うるせえな。毎年すっから始まるんだよな。毎年うるせえって。どう言われてんだね、これ。毎年言われてるんですよ、これ、はい、そしてハゲてんじゃねえ。いやしょうがない、遺伝だ。ポンチョファック。あこれ知らない方、僕 嫁のことなんですけどね、やめろうちの嫁ファックって。嫁もそうだけど自分もポンチ、僕もややこしいんですよ。ややこしいんですよ。両方ポンチなんでね。ちょっと呼び合ってるところ、はい。ラジオネームワシントン、はい、天才設楽さん、その手下どもこんばんは。こんばんは。おい何一回こんばんはつって。どういうパターンが一番いいんだろうね、こういう時突っ込むのって。俺はこんばんはって言ったけど。あ、そうなんですね、うん、乗った方がいいんですかね。乗った方がいいと思うんだよ。乗りましょうか、うん、一回やるじゃん、はい、みんなで乗ってから、はい、OK するから、はい、そうそうそう、はい、OK ね、天才設楽さん、うん、その手下どもこんばんは。こんばんは。おい、誰が手下だ。なんだよ。おいおいおい、一回乗りましょう。一回乗りましょう。あとツッコミが長いね。みんなでワーワー言って。いや、ゴニョ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 。ちょっとダメ出し多いですよ。手柄取りたがって。手柄取りたがっても言わないでください。恥ずかしい。絶対そう。いや、それ取りたいですよ。僕らだってね。ちょっと残したいなと思って。いいとこ見せたいよね。隙間を塗ってんの。最後に声を誰が残したいみたいな目で見せたよね。サブがやりがちなんで、それは。やりがちだよ。そういう嫌なこと言うんですよ。飯塚さん。はい、早速ですが毎年恒例となっている生メリアン、うん、一発いただけませんか。よろしくお願いします、はいはいね、これね、実は言うと、はい、先週ね、はい先週はい、メリアンもう俺ら歌っちゃったのよ。歌っちゃった。いやいや、あ、メリアンじゃなかった。メリアン、我々は星空のおじいさんですよ。そうだ、アルフィオ、うん、割とね、はい、FNS で感銘を受けたって話から歌っちゃったのよ。あるね、そしたら来週どうせ03くんだろみたいな話になって、で毎回そういえば、はい、サトシがね、サトシが歌ってるわと、はいはいはい、ということで、はい、でもせっかく3人来るんだし、はい、ちょっと割と完成度の高いメリアンを今度はちょっとやってもらおうよって話しちゃったんだけど、ね、ええ、どうせカクちゃんいつもギター持ってるし、持ってない、ええ、どうせ、どうせも持ってないよ、ね、うん、そうですよ、いつも持ってるわけじゃないですよ、うんうん、でも持ってないですよ。今日は急に今日はたまたま持ってますよ。たまたまですよ。たまたまですよ。持ってるじゃねえか。メリアンいける。じゃあメリアン行ってみましょうか。メリアン行ってくれ。分かんないよ。すげえすげえ。ギターあるよ。よかった、たまたまあって。豊本とかも多少行けんの。いやちょっと急に言われてもね、分かんないですけど、ハモったりしてくれたら最高だけど。いやもうアルフィーだからね、やっぱり。まあ、やってみる。じゃあ、東京03にあるメリアン、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。森を抜けて白いバルコニー、あなたを見た、すがるような瞳と風に揺れる長い髪、ときめく出会いに胸は張り裂けそう。メリアンメリアンメリアン Won't you stay for meたまたま3人で行
けんね。いけるんだね。いやすげえ。コーラスいけるんだね。いけるよ。やっぱさすがあってる。たまたまじゃねえ。たまたまですよ。ものすげえ練習の影が見える。急に言われたからたまたまだね。ギターもたまたま。上手に。エイリアンのとこ超気持ちいいんだよ。これ今度営業ドア頭いきなりそれで入ったら面白い。いや本当本当に。おかしいね。どうもアルフィ。あ違う。エイリアン歌ってから。いいね。すげえ。ありがとうございます。よかった。いやいやでも今のが開会ソングみたいになったね。いいと思います。エイリアンのね。エイリアンで開会しましょう。さあということでですね、本日ねリスナーの皆さんにはですねこういったメールテーマでメール募集します。あなたの選ぶ今年のヒムペキソング。うん、はいということで。これからですねいろいろとヒムペキグランド大賞ノミネート作品が流れますので、はい、あなたが一番だと思うヒムペキソングを理由とともに送っていただきたいと思います。はい、それでですね、はい、大賞に選ばれた作品に、うん、これだって送ってくれた方はいのなんかあげんだっけこれなんかあげないんだよ。そこ把握してないんですか。あげないなんかあげないあげないんかいあげないあげないなんかあげてなかったなんかあげてるよねあげそうな雰囲気出すのやめてくださいよだよねじゃないとなんかわけわかんないもんね対象ってことじゃないですか名誉じゃないですかだから名誉名誉じゃないですか当たったっていうことあれなんかあげてなかったっけマジなんかないのでもあげてるイメージあんまないですよ本当あそうじゃあみんな送んないでしょって思っちゃうんだよね何のために送るんですかだってね結果発表もみんなが決めるんだこっちで決めるんだからもう何のために送るのってことになるからまあそうですねなんかサインなんかもらったって嬉しくないもんねサイン嬉しいんじゃないですかわらなまのサインサインじゃあサインサインしましょうか何すかこの歯切れの悪いあげるならあげるあげないならあげないでもいいんじゃないですか。どうしてだっけかね。じゃあサイン。サイン。サイン的なね。うん。もうみんなの。全員の。あ、全員の。あ、いいんですか。わかりました。はい。サインを書いた紙をじゃあ送る。色紙でしょ。紙なの。色紙かどうか。A4 とかなんかペラペラのイメージね。今ね。ね。はい。じゃあ宛先行きましょう。はい、宛先メールでございます。バナナアットマーク tbs.co.jp バナナアットマーク tbs.co.jp あなたの選ぶ今年のヒムペキソングよろしくお願いいたします。はい、さあ、うん、それではですね、はい、ここでですね、ヒムペキグランド大賞昨年の大賞受賞曲を聞いていただきたいなと思います。2017年ね、はい大賞受賞曲、日村さん、はい、どんな曲だったでしょうか。これはですね、ずっと今回言ってるんですけども、このグランド大賞用に作った新曲ではなくて平場でできた、うんうん、去年そうだったんだ、そうだったんですね。カラオケでかっこいい歌を歌ってもかっこつけすぎずちょうどよく可愛がられるように作ったヒムペキソングを作ってもらえませんかということで、どういうんだ、ポルノグラフィティのアポロで、うん、作ったんですけども去年の大賞曲ちょっとまずでお聞きください。はい、参りましょう。ポルノグラフィティアポロヒムペキちょうど先輩に可愛がられるダメな後輩バージョンです、うん、どうぞ。僕らの生まれるずっと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 前もアポロ111号は月に行ったっていうのに限定の君の時計腕時計はデジタルモーションショーそれって僕のより早く進むって本当かい。ただ壊れるてる空を襲う思う広告ともにはめっちゃ赤い赤い黒いたやばい前にもアポロ11号は月に行ったっていうのに街がまだジャングルの頃からかな変わらない愛の形探してる
面白い、はい、これです。いやすごいな、いやこれはやっぱ面白いね、あとね単純にいいね、これね、うん、これは下手さ加減がもううまいですね、面白いねこれね、これ面白い、さすがだね、さすがですね、やっぱ今聞いても超面白いもん、ね、超面白いですね色褪せませんねこれはね、色褪せない、色褪せません。さあというわけでね、はい、あのヒムペキグランド大賞2018、うん、これからね行いたいと思いますけども、はい、日村さん、はい、期待していいですか。いいですとも。せめていいともだよ。かった。いいですとも。いいですとも。いいですとも。後輩だから。いいですかって言われたから。それに合わせたんですか。いいです。じゃあお知らせはそれで、はい、2018ね、インペックグランド大賞を行いたいと思います。はい、金曜ジャンクバナナマンのバナナモンゴーゴー。TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドやっております。さあ今夜はですね、ヒムペキグランド大賞2018でございます。はい、早速いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ日村さん、はい、ノミネート作品、うん、紹介お願いします。わかりました。では栄えある第1曲目なんですけども、うん、こちらは、高校野球応援歌の定番、山本リンダさんの狙い撃ち、これですね、はい、これはですね、あの高校野球を見ていると、あの年下の子たちがあんな頑張ってるのに、なんかこう何もしてない自分にこのすごく劣等感を感じてしまうという悩みを受けまして、はいはい、これはね、高校球児が年下なんていうそんなショックは大したことないと思えるように、なるほど、え、それ年下なのという感覚を、まあ、日村46歳バージョンに、した作品になっております。いただきましょう、はい、山本リンダ狙い撃ち、ヒムペキ年下ショックバージョン、どうぞ。うらら、気がつけば高校球児が年下よ、日村は今年で46、高校球児どころじゃない、ジャイアンツの監督の由伸さん越した、梅宮アンナが同い年、寺島しのぶも同い年、ペイヨンジュンが同い年、横綱白鵬が13個下、柔道の同い同士、エミネムも同い同士、キャメロンディアス、そしてジダンが同い年、どうすればあんなに貫禄出るの、ホリエモンが同い年、アベマの藤田社長が1個下、ゾゾタンの前澤社長は3個下、フランスの大統領が5歳下、ノゲイラとヒョードルとシウバが4個下よし、みんな頑張ってこー、これからも頑張ってこーはい、まあ、勇気づけられる作品で、そうですよね、はいはい、ね、いやそうなんだよ、もうさ、そういう感じなんだよね、まあもう監督とかね、プロ野球のね、うん、それは年下になってますからね、うん、そうだよね、いや確かにノゲーラ・ヒョードルとか、まあもうプライドのね、はいはい、前世紀のね、ショックだったよね、そう、年下なんだもん、しかも、もう4個下だからね、もうだよね、うん、高校とか中学じゃもう合わないっていう、俺が日村さんの3個下なんだ、なんでなんだ、なんでなんだ、なんでなんだ、日村さんって今406なんだよ、これ今年のやつだから、あ、そうだ、46でやってんだよ、あ、そうだっけ、うん、で1個下でしょ、うん、サトシが俺の2個下だっけ、違います、僕は設楽さんと同い年、同い年、同い年の感じがずっと本当に立ちで分かんない、なんなら芸歴も僕の方が長いんじゃないか疑惑ある、疑惑あんの、疑惑は、あ、疑惑ありそう、そうだよな、サトシが上かもしんない、だからおかしいんですよもうもういいですけどもはやもう一生これでいいですけど、もうね、
かくちゃんが5個上なんだよね。何でも違いますよ、一緒ですよ。なんで俺も上なんですか。かくちゃん全然わかんない。杉下にも思っちゃう俺。一緒なんです。飯塚さんと設楽さんと僕は一緒ですから。大倉も一緒です。同じ学校同じ。ごめんごめん、大倉を学園学年チーム。学年違うんですね。一個遅れてきてるから。高校で浪人しちゃったっけ。そうだね。で、豊本は、はい、1年謹慎したの。いや、あの、してないです。してないです。してないです。年齢の話か。年齢の話です。はい。そう、びっくりしましたね。なんか謹慎してないし。なんかドキッと、うん、ドキッとしました。元は、はい、確実にしたっつは知ってる。はい、43です、僕。今？はい。あ、2個したです。はい。下、うん、さん2個した。あ、3個したの。そうですね、日村さんから3個した。うん、ね。はい。うん、だから、そういうこと。ノゲイラとヒョードルと同い年なんだ。ノゲイラとヒョードルは4個したんだから。うん、はい。トヨモトはえ僕野毛らよりそうなんです、僕43ですから、うん、そうだね、だから、はい、3歳差なんですよ。吉野部と一緒だ。あ、そうですね。あ、そうです。高橋吉野部と同じ年、はい、俺は次男とかとよ。ジダンと同い年。キャメロン・ディアスとかと同い年だからね。キャメロン・ディアスってそんな上なんだ ね、 ね、ですね。そうなんだよ、ね、そうなんだよ。イチローは俺らと同い年。そうです、一緒です、一緒です。イチローはね、イチロー世代だよね。そう、僕らイチロー世代。そうね。豊本は誰か、そういう人は葉月リオナ。葉月リオナ世代。リオナ世代ピンとこね。葉月リオナさんね。葉月リオナさん世代って言わないよね。言わないですか。言わないって言ったら本人で悪いから。いや、これは勇気出るよ。はい、メール来てますよ、はい。ラジオネーム「地のビリに見せられて」うん、インプラントたちこんばんは。こんばんは。いや、僕違います。違います。あ、違う、あれ、一緒にしないでください。違いますか。インプラント、インプラントで、うん、俺今インプラントに向かってる、ね、向かって。そうなんですか。奥歯、ああ、そうなんですね。奥歯ちょっとね。おお、びっくりした。おお、びっくりした。そうなんですね。ごっそり取れたんじゃん。ほら、奥歯、奥歯の3本ぐらい。ほんとだ。ほんとだ。入れ歯外しギャグとかノンストップでやったら面白いけど。引いちゃいますよ、朝で。どうしたんですか。それお餅とか食べたらなんかトラブル起きてません、ね、大丈夫ですか。ハマりました。今違う、ちょっとハマりが悪かっただけ。これでも作ったの、これ分かんないでしょ。分かんないです、全然分かんないです。そうそう、だからあんまこうあって口開けた時、曲行こう。まあそうだね。ごめんなさい、歯の話しちゃった。俺らね、俺らすぐ歯の話しちゃう。歯の話広がるな。次メール、メール今メールだけ読もう。はい、インプラントたちこんばんは。こんばんは。こんばんは。僕が今年ノミネートされているのではないかと思ってるの、山本リンダさん狙い撃ちです。お、やっぱ来た。ただ人と年を言ってるだけなのに面白かったのでよく頭の中で流れています。大賞取ってくれ。おお、来てます、来てるね、来てるね、ね、はい、はい、ありがとうございます、うん、それでは次行きたいと思います、はい、2曲目、工藤静香さんの同国ですね。おお、同国知ってますよね。知ってます、はい、世代です、ね、これはあのこういうのが来たんですけど、最近何かと話題のモデル Kōki さんね、はい、あの木村拓哉さんと工藤静香さんの娘さんなんですけども、はい、こちらスーパーサラブレッドですよね、はい、そんな彼女が今後仕事の打ち上げなどでおそらくカラオケに行った際にこの先輩からちょっとお母さんの歌ちょっと歌ってよとか、それ言われとして相当だけどそれは心配だという願いですからの悩みだったんですね。言われる可能性高いね。でもどうしてもこのお母さんやっぱ偉大ですから、はい、ということで非常にハードルが高いですから、どういうふうにしたらいいかということで、あえてじゃあ逆に、はい、まあ、ダメダメな感じを打ち出していけばいいんじゃないかとなるほど、うん、という感じの仕上がり、あの仕上がりになったと、はい、行きたいと思います、はい、工藤静香同国ひむべきグズバージョンどうぞ。じゃあ歌います。衝突同国は同国あ同国同国頭これなんて言うんですか。ん、何ささ避けられてるかも。避けられてるかも。避けいけいけいけ、なんで歌えねえんだよ。ここだよ。いけよかーんって、はい、いけ。それとなく、そうそれとなく感じてた感じてた、うん、癒されてるかも、愛されてるかも、知れない期待まあいいや、
かろうじてかろうじてつないだつないだ一晩中泣いて泣いてまだ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  B メロだよ、B メロだから言いかけたあなたあなた逃げる私って歌ってくれる聞けよいやよ聞けよ知ってるわ一晩中泣いてねえ何何なんか鳴ってるよもう鳴ってる携帯が止めて止めて止めて歌えほらあ友達なんかじゃないとあああねえなんかお茶こぼれてるあすいませんあお茶がなんでこぼすのお前ほんとグズだなマジでいやグズじゃないですグズだろお前あでも日村さんもやるしお前もういちいちなんかやるなお前ちょっと吹けよってか説教しないでくださいグズだな本当にマジでこれ偉そうに最後だけ話してんじゃねえよグズかよはい、以上でございますね。ね、こんなグズじゃないと思うけどね。まあ実際こんなことないですよ、ね。これぐらいにしとけばね。うんうん、まあ大丈夫だと。ハードルは高いですからね。ね、やっぱね、うん、なんかすごいやっぱこう完璧な感じで見られちゃうから。どうしても見られがちなんでね。隙を与えるとか。与えすぎだよ。ね、でもこんな教えてくれる先輩言わいないかもしれない。ね、行けや行けや。大事な役割ですね。おこれが鳴ったということは王様のおかえり違うのよこれ新曲なのよ毎回やるな毎年やっておりますお約束のやるです、はい、新曲が新曲タイムこの日に合わせてきたひもべき新曲来た何曲かあるからね、はい、ああじゃあもうこれが新しいやつねい、うん、きたいと思います、はいはいこちらはラジオネームはコンドルひもべき兄さんこんばんは、はい、こんばんは僕は三浦大知さんの歌が好きなのですが、うん、この前会社の飲み会で行ったカラオケで歌ったところ、うん、女子社員からお前が歌うんかい三浦大知を汚すな、うん、といじられましたうまいからね歌がね三浦大知さんの歌をもっとかっこ悪くしてください、うん、となるほど、ね、なるほどあれ相当な歌唱力ないと歌いこなせない、うん、あ高いですよね大地先生は大地先生なんですよね、うん、もう今ノリに乗っている三浦大知さんなんですけども、ねうん歌もダンスも超一流の三浦大知ということで、はいはいうん、これ変なやつが歌うと余計にダメな感じが非常に際立つんですよねこれまあ三浦大知さんファンっていうのはうちのマネージャー小山も非常に好きなんですけども、はいはい多分変なやつが歌うと確実に文句言ってくると思うそれぐらい難しい歌ですから ね, そ, ね、そこでですねいい感じにかっこ悪く素直を作りました歌を、うん、かっこよくあかっこ悪くするいい感じにかっこ悪くする歌を作りました、うんはいはい、曲が三浦大知さんのエキサイトあこれねこれですこれねさあ、ね、これは難しいんですよ、うん、でこの歌はまあ本当かっこいいんで、うん、どうすればこれいい感じでかっこ悪くなるのかということで、うんうんはい、かっこ悪い要素をちょっと入れてみようと、はい、でそれちょっと考えたらオードリー春日のギャグはちょっとやっぱいい感じにカッコ悪いんじゃないかあまあまあカッコつけるためにやるもんじゃないかなじゃないですか、ね、だから春日のギャグをまあいい感じに散りばめてみるどう想像つかないね、はい、あんまりそのいっぱいやっちゃうとすごいカッコ悪くなっちゃうそうだねいいバランスでちょっと入れてみたなるほどそんな感じなんですけども、はい、よろしいでしょうか、はい、ではいきたいと思います三浦大知エキサイトひむべき春日バージョンどうぞ誰バージョンだあーこの曲俺でーすいやーちょっとうまく歌えるかなひっ皆さん盛り上がっていきましょう夢でお会いして以来ですねI don't wanna know 下手な真実なひっ I don't wanna know 知らねえくらいがいいひっ Why 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 toBut I come to a part 止まらない感じるこの予感は Ha! Hit! Tooth! My! 未知の領域今を切り開くんだ I gotta have a お見事相当 Excite! Excite!
カスカスカスガエキサイカス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 ガ導いての場所へ駆け抜けてくだろう。うまし I'm on the mission right now うまし I'm on the mission right now カス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 ガこの手のアパー進むべきトゥース生きてくだバーイいいですね。いや面白い、うん、面白いけどより難しくなっちゃうから、ね、難しいですよ。こんな入れます？すげえあるんだよ。こんな入れると思わなかった ねすごいあるから程よく入れるって言ってましたよね。程よくないですか？いや結構入ってましたよ。ふんだんにこれ受け取る側もさ結構大変だよね。へーってさ、へーって、そうですよ、アパーって言わなきゃいけないんですけど、そんな反射神経ないですよ普通。いやいやでもね、これ相当面白かったな。これいいでしょ。この手の中がこの手のアパーなんて結構うまいですね。うまいですね。うまいこと入ってるけど、すごいね。これはなかなか練習しないとみんなに言ってもらえなくなっちゃうけどね。そうね。相当面白かった、はい、ありがとうございます。いいですね、盛り上がってきました。新曲もいい感じですけど、はい、一旦お知らせです、はい、金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。飲んでも食っても楽勝、簡単なんです。飯を食った後にスイカ食えばガリガリ、飯食った帰り腹減ってカップラーメン食ってもゆっくり息吐けばガリガリ、グレープフルーツ食っても結構ガリガリ、肉とチーズ食ってもガリガリ、ケンコバさんと飯行き放題飲み放題最高、一緒にガリガリ、ケンコバガリガリ、脂肪つぶせばいいんだ、ケンコバさん俺の腹つかんで今夜絶対ケンコバさんが腹の肉を掴み合ったら痩せるって、え最高だなおい。アナルスカ以来汚ねえな、テーマと量子が流行ってねえよ、で分かる危機の流行ってねえよ、可愛いもんだね、ハゲついて流行ってねえよ、恨みは立ちくら大島抜いてほしいのに流行ってねえよ、色色あったけど思うことは今ここが川だったら最高だよな。バナナマンのバナナムーンゴールド、今夜決定、決めべきグランド大賞2018、平成最後を彩る歌の祭典、金曜日バナナマンのバナナムーンゴールド、今夜決定、決めべきグランド大賞2018。で TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド、やっております、やっております。今日はですね2018品壁グランド大賞東京03をね、はい、ゲスト審査員に向けてお送りしてますけど、はい、お願いします。ここまでも怒涛の盛り上がり、そうですね、これあの間に入ってるステッカーで流れてるのも今年のもの、うん、そういうことです、ね、そこに入ってるものはもうじゃあノミネートされてないということです。されなかったです。なるほど、されなかったです。メールいきます。はい、ラジオネーム桂富士、はい、下ソウル、ハゲソウル、デブソウル、東京ナメソウル軍団、こんばんは。ナメソウルは一人、ナメソウルは一人、一人って、まあ、デブソウルが俺のことなのか、何なの、なんだろうね、俺ソウルなんだけど、うん、MDS の俺ソウル、デブソウルって何だろうと思う。そうだよね、普通のソウルってまず、うんうん、あの、うん、はい、今さんの、今さんですよね、奥さんから呼ばれてる、デブソウルってつくとなんか違うなと思ってね。そうだよね、うん、デブソウルとは言われてないんだもん、ね、奥さんからデブソウルって言われてる。悪口ですね。そうだよね。俺も下ソウルとは呼ばれてない。いや絶対言われない。ソウルじゃないんだ。デブソウルってハゲソウルなんだよ。でもハゲソウル、ハゲソウルか、うん、東京ナメソウル軍団。え違う、ナメソウルは一人ですよ。ナメソウル、僕ナメソウルではないんですよ、細かく言うと。そうだね、MDS、 あ三浦大知先生、ね、三浦大知先生、はい、MDS のエキサイトがこんなかっこよく
なくなって面白くなるなんて最高です、うん、爆笑しちゃいました。あ、いいね。いや、相当面白かった。よかったです、ありがとうございました。さあ、どんどんいきますか。はい、いきたいと思います、はい、続きましてはですね、うん、これ覚えてるでしょうか、梅沢富美男さんの夢芝居ですね。あ、夢芝居いいよね、俺この歌大好き。北さん好きだね、はい、さあ、最近この梅沢富美男さんといえばやっぱりこうバラエティでものすごい活躍してますよね。ということで、この切れる大御所のイメージの梅沢さんが歌う夢芝居にですね、うん、この違和感があるという、リスナーが多いんですよ。あの人が夢芝居歌ってるのイメージが合わない、そうなっちゃったんですね。切れてる人がって、わかります。まあ、そこでこのバラエティの梅沢富美男さんの要素を、このもう入れようって面白そう、ね、今風にアレンジして、今風の梅沢富美男さんでございます。じゃあいきましょう、お聞きください、はい、梅沢富美男さん夢芝居ヒムペキバラエティでの梅沢富美男さんバージョンどうぞ、うん。いいか、お前らよく聞けよ、この野郎。ああ、梅沢富美男さんは歌手なんですか、じゃねえよ、この野郎、バカ野郎、誰だと思ってんだてめえ、この野郎。恋の快楽、まだかよ、おい、わかりづれえな。おい、スタッフ、おい、キュー出せよ、キューを。ああ、なんだ、女装、誰が女装だ、この野郎。俺はな、100年に1人、いや300年に1人の逸材って言われてんだよ。これはな、女型ってクリーム芝居セリフヒッキュー出せっつったらバカ野郎、この野郎、遅れたじゃねえかこの野郎。え、誰の数字書き花、なんだこのトランペットは、おいてめえこの野郎、俺の歌聞こえねえじゃねえかこの野郎、トランペット。男と女操り、なんだこれは、誰が入ってきたんだよ。え、糸引き引っかえ、赤ペラこの野郎、パヤパヤじゃねえぞこの野郎、引っ込んでるこの野郎。稽古不足を幕は待たない、恋はいつは、トランペッターこの野郎、いいとこで入ってくんじゃねえぞお前らこの野郎、パヤじゃねえぞこの野郎。おい、大体誰なんだお前たちは、この野郎。えー、俺の歌お前邪魔すんじゃねえぞこの野郎。いや、面白いね。いいっすね。もう今の梅沢さんはね、はい、ですよね、はい、怒って、これぐらい怒りますからね、梅沢さん。そしたら怒りますよね、トランペット吹かれたらね。そうだよ。いや、いろんな邪魔だよね。邪魔ですよね。誰が入ってたんだろう。誰だお前は。みんなが急に入ってきたらやっぱ ね切れますよね。本当だよ、いや、かくちゃん、はい、ここまでどうでしょうか。僕ちょっと今これが、今のがちょっとかなり残っちゃってますね。おー、はい、夢芝居、夢芝居残っちゃってますね。本当、どうやるのは、はい、夢芝居もいいですけどね、その前のこの三浦さんのやつもいいですか。三浦さんのもいいわね。さすがだね。いや、面白いよね。いいね、いいんじゃないですか。ありがとうございます。レベル高い、ね、どんどんいっちゃいます。おう、どんどん行きましょう、行きましょう。それでは続きましてはですね、ウルフルズのエーネン、覚えてねえな、どっかの。これはね、今年の5月に発覚しました。私日村がかしわ餅の葉っぱを食べる問題、あったのよ。かしわ餅ってさ、はい、あのかしわ餅のかしわの葉っぱが巻いてあるでしょ、はいはいはい、あれ食わねえじゃん、はいはいはい、みんなでね、はい、じゃあかしわ餅食べようかって日村さん葉っぱごとバリバリ食い出してた、そうっていう事件があった。なるほど。でその翌週だよね。翌週ですね、収録だったんだけど、その時ラジオね、ちょっと昔から食ってたのって話になって、うん、ちょっと電話してみるわっつって、はい、日村さんのお母さんね、はい、キミカに電話したわけ、うん、ラジオ中に、はい、そう、食べてないよっつって。どういうこと。だからどういうことなのよ、いつからそれ食い出したのかわかんないんだけど、はいはいはい、日村さんって怪物でしょ。そうですね。食っちゃう。そう、桜餅は食うけどね。ああ、そうですね。ごっちゃになってるってことですか。そういうこと。いや、まあごっちゃになってるんだと思う。食べてすぐ分かりません。
まあだからでも俺結構食ってたね、ほんと葉っぱバリバリバリっつっていつからで太いあの茎の部分が残って何のこんな茎だタイプなの、茎だけ残してたってことね。そうすごいでしょ。そんな時に作ったやつ、その時にそれを受けたリスナーがですね、うん、同じようにパセリを食べることをバカにされるという、はいはい、で何でも残さずに食べることはいいことなので、うん、食べない派を言い負かす歌を作ってくれないかという悩みのメールだったんですね。なるほど、はい、うん、ですからこう上から目線でこうやってくるですね、食べない派に勝つためには、ね、食べない派って食わねえんだから圧倒的少ないんだよね食べる派が、はい、菓子はもちろん葉っぱ、やっぱこう関西弁でね、うん、この勢いを使って押し切ってみようじゃないか、うん、ということでこの歌を、そうか、お聞きください、はい、ウルフルズ永年ヒムペキ柏餅の葉っぱ食っても永年バージョン狭っ周りの葉っぱごと日村さんが食ったの、嘘だろ、食べないよ、まずくない、柏の葉っぱは食べれないよ、焼け飯は別に食ってもええねん葉っぱは食ってもええねん、辛くてまずいだけやねん、食っても問題ないねん、パセリに大葉もみじ、さらに乗ってる葉っぱは食ってええねん、別に食うのはええねん、カレーの中に入っとるロリエ食ったらええねん、パフェやケーキに乗っとるミントは当然食うやろ、柿の外しの柿の葉、柿の葉っぱも葉っぱや食えばええねん、寿司ごと食えばええねん、美味しくはないと思うよ、じゃけし今味の話してへんねん、笹団子の笹の葉パンダも食ってるやん、食えるやろ、ちまきの葉っぱあれなんや、開けずに丸ごと食ったらええねん、葉っぱはチンコに貼ってもええねんで、チンコ隠れてええねん、ちょっと話しとるだけど葉っぱは基本食えばええねん、食べれないことはないけどね、葉っぱだからね、せやろ、ただなおかん、葉っぱには毒のある葉っぱがあるらしいねん、それを気をつけや、まあ少なくとも柏餅の葉っぱは大丈夫や、そういうことやから、ほなまたな、はいはい、ありがとうございます、お母さんいいですね、お母さんの電話の歌も勝手に組み込んで、そうです、そういうことなんですね、あの電話は本当の電話だった、なるほどなるほど、音声だけもらいましたけど、はー、面白いね、面白い、そう、これの時も話してたの、そう、アジサイの葉っぱとか毒ガンだって、はいはい、そうなんですか、それなんか飾りでこう出たの食べちゃったっていうのが前ニュースであってそうだから何でも食っちゃダメだよっていうのをちゃんと入れてんの、ね、なるほどね、メッセージね、でも絶対食わねえよなっていう話したら、はい、劇団一人が柿の葉寿司の葉っぱ食うって言ったんだよね、いや食わないよあれっつって、うん、えっつって、はい、だ結構さ知らないで食べちゃうとか、そういう人いるんだ、あるんですね、食わないでしょ、食べなかったら食わない、食わない、食わない、いやいや、どっちとかいう話じゃないカシワムシの葉っぱとか食わない、ミントとかはそれは食っていいと思う、ミントによってパセリもまあ、うんまあ、大葉とかそんなのは別に全然いいよね、うんうんうん、ただその柿の葉寿司だとか笹団子ちまき、あの辺はもう食えないちまき、あれは何や丸ごと買ったんだよ、いやいやいやなんやと思いながら丸くないでしょ、それ机食うみたいなもんだよ、ね、乗ってる台食ったらええねみたいな面白いね、でもこれ、まあ、勢いいいでしょ、いやいやいいね、関西弁の良さ、お母さんと電話をちゃんとやっちゃってるのが面白いね、ああ基本ない返事ね、あれラジオって分かってないからうちの母さん、そうなあの時はあの時は、ね、メール来ております、はい、ラジオネーム、はい、おせパン、はい、僕は一番のヒムペキソング「ウルフルズ永年のかしわ餅の葉っぱ食ってもええねん」です、今年を振り返るのには欠かせないかしわ餅事件、はい、その全てが詰まっている曲で腹抱えて笑いました、なるほど、確かにね、これだからその5月に、うん、はい、まあうちラジオでそういうね日村さんに、はい、
イベントごと日村さんがやってないっつからここで結構やらせてあげてんだけど、うん、やらせてあげてんのか分かんないけど、うん、 そうね、そこでその5月はあれ鬼武者だっけ、鬼武者があるのね、なんかバーッと入ってきて日村さんはっぱだかにされて、うん、はい、あれミニカー入れられたのってこれ？もう分かんない。どういうこと？いや、ミニカーをさ肛門に入れられたんだよ。何それ？なんでそんなことになる？普通に話してますけど。節分の時には豆を肛門に入れられた。入れられた。なんか毎年脱がされちゃう、服を取られちゃう。はい、服をね。はい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 、服は外って取られちゃう、あ節分の時鬼が、それで豆で日村さん対抗してたら、はい、毎年やってたらなんかエスカレートしちゃって鬼が、はいはい、肛門にあ豆入れてきたりしたね。一匹だけいるやつがいて肛門だけ狙ってくる鬼がいるやべえ鬼がいるのよ。それがいよいよミニカーぶっ込んできた。それは多分鬼武者がやってきたわけ、はい、その5月子供の日には、うんはい、多分子供のおもちゃのミニカーを肛門に入れてきて、うん、スカイラインを入れてきた、うんはいはい、ブルーのね、それでそれで、うん、そういうのやってて日村さんがこれ対抗する手段が欲しいと、はい、いうことで生まれたのがガムテープパンツなの。はあ、そこにつながるんですか。それで、あれの一緒のライブでガムテープパンツで日村さん出たでしょ。出ました出ました。それはそういうのが生まれた。はあ、そういう話だ。そういう話だ。主にミニカー入れられるとこから始まってるってこと。まあそう、もうとにかく、ねまあ、守んなきゃいけないってこと。守りたいから。守れました、ガムテープで。守れんねん、ガムテープパンツがあると。守れんねん。だってさ、トランって脱がされてザンって入れられてたから、そこを、はい、ガムテープビリビリでつけてるから、はいはいはい、だから確かにまあ剥がすとき痛いんだよね。剥がすときはでもビリビリに大倉に剥がされて、剥がされた後に水をブラッ水でちょっと粘着力を弱めるためにやったのね。はいはいはい、最後シャシャルチクルにブシャッ。そうです、それが毎年 ね、なるほど、そうだね、うん、ね、かくちゃん良かったでしょ今。いや最高ですよ、本当に素晴らしい、レベル高い今年もいいでしょ、はい、ラジオネーム桃太郎す、はい、おい角田、はい、普通のコメントしてんじゃねえ、なんでだよちゃんとボケ、いやいや普通のコメントがいいじゃない、失礼になっちゃうからあんなボケだってさ厳しい、ね、厳しい人もいるね、一人厳しいのよ、ね、ラジオネームチムチムニーパッツ、うんうん、天才設楽さん、下界の者どもこんばんは、こんばんは、おい、おい誰が下界の者だこらこらなんでそんな下に見んだよちょっと欲張る一個多い、ちょっと欲張る一個多い、そこの下恥ずかしいんですよ、ね、よくやってんねそれ、はい、よくやってんなもやめてください。このひたすら怒ってる梅沢富美男さんの夢芝居、当時もめちゃくちゃ笑いましたが、また腹を抱えて笑ってしまった、うん、面白いね、日村さんのこの野郎が地味に似ていて面白い、そうな、これちょっと地味に似てると思うんだよね、いいね、いいですよ、はい、うん、あ、お、うん、入ってました、王様のおかえりおかえり王様のおかえりって言って、うん、どこ行ってたのね、うん、新曲でございますね、新曲か、はい、行きたいと思います、いい、ね、はい、こちらメールが来ました、ラジオネームはカプリチョークスリーパー、うん、はい、ヒムペキ兄さんこんばんは、こんばんは、僕の悩みは最近自虐ネタに対する世の中の反応の変化です、うん、僕はデブでハゲているので、うん、それを自虐ネタにして笑いに変えてきたつもりです、はい、しかし最近は時代のせいか自虐を言ってもそんなに自分を卑下する必要ないよとか、うん、大事なのは中身だよなど優しくされてしまって受けません、僕はフォローするよりも笑ってほしいのです、明るく楽しく自虐できる歌を作ってくださいというメールでございます、ね、時代なのかね、はい、やっぱ時代なんですね、非常にこの自虐ネタが受けづらい、なんか顔かわいそうだとかね、そんな時代なのかもしれません、なので自虐ネタをかっこよくジェはあの歌おうじゃないかと、ちょっとごめん、ジェワジェワって言ってんのよ、ジェワって言っちゃった、ではでは、あ、ではね、では自虐ネタをかっこよくこう歌えればいいんじゃないかということで、はい、やっぱかっこいいといえばこの最近映画ヒットして最注目のクイーンですね、クイーンでやる、はい、これですよ、やっぱりウィル・ウィル・ロックユーでやるの、そういうことでございますね、ウィル・ロックユーに乗せて自虐ネタを言う歌を、そして皆さん自虐ネタといえば誰かというともう、うん、あの人です、あの人ですよね、小梅太夫でしょうね、そうですね、自虐ネタですね、まあ、そうですね、このクイーンのかっこよさ、そして小梅太夫のこの自虐ネタ、はい、この自虐を言う、これをこう合体させていこうという作品でございます、そんなになるんだ、はい、
それでは行きましょう。お聞きください、自虐ネタをかっこよく言う方法、うん、クイーン We Will Rock You ヒムペキ小梅太夫バージョンどうぞ。いやちょっと聞いてよ、俺ってさ見た目もブサイクだけど中身もダメダメじゃん。この前さ自分のドジでひどい目に遭っちゃってさ。ジャンジャカジャンジャン、ジャンジャカジャンジャン。この前お水を飲もうと思ったらお湯でした。いやー俺ってほんとドジだよね。他にさダメダメなやついる？ちゃんちゃかちゃんちゃん。おお、ジャニオタ。ちゃんちゃかちゃんちゃん。よし行ってみろ。キンプリのコンサートに申し込んだらチケット当たりませんでした。セゲルなんだそれお前、くったらねえな。もっとさいいネタ持ってるやついねえのか？チュンチュクチュンチュン。お宮崎 B。 チュクチュンチュン。行ってみろ。設楽さんの車と思って写真を撮ったら違う人の車でした。セゲルなんだよそれ、どうしようもねえな。もっとさいいネタ持ってるやついねえのかよ。日村さん。ええ誰？あら日村さん。その声は。どうも小梅太夫と申します。本物？ちょっと見たのままに私の話も聞いてください。やけてんてんバナナムーンに呼ばれたと思ったら本番は呼ばれませんでした。ちくしょう。それでも日村さんに会えると思ったら私だけ別撮りでした。すごい贅沢。これはねつかめちゃめちゃかっこよくない？かっこいいですね。いやすごいね。かっこいいね。ちゅうかなんかちゃんと作ったネタみたいすごい、ね、いやこのね、いや最初のお水を飲もうとしてたらお湯でしたっていうのくだらないでしょ、はいはい、これ違うのよ。これは前誰が小梅太夫一番できるか選手権この中でやったやった急にやった、はい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 、急にやって、うん、これ誰が言ったか分かんないけど最初これ言ったらみんなこれでやったら、うん、もう急にこれ俺が言ったの、あれお湯のさが言ったっけ、それでみんなこれやったから水飲もうと思ったらお湯でした師匠っていうのからスタートしてる。なるほどね。これで俺もう笑っちゃった。俺全然できないの。はあ俺高い声がもう出なくなっちゃうもんね。すげえ、はいはい、できる？お水だと思ったら、はい、やってもらっていいさとし、ちゃんちゃかちゃんちゃんからちゃんちゃかちゃんちゃん、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、この前お水を飲もうと思ったらお湯でした。畜生。出るね。いいね。ありがとうございます。すげえ、うん、ある程度みんなもう出る高い声。これは苦手かもしんないですね。高いの。ちょっともらえる？ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。全然ないじゃん。ネタの方っていうネタの方。ネタの方やって。この前お水を
飲もうと思ったら出ないお湯でしたいつものかくちゃんしくしょう出ないね全然出ない、ひどい、ね、ひどいね全然出ないっすね、酢本出る、はい、やってますもらえるちゃんちゃかちゃんちゃんちゃ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 かちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃこの前お水を飲もうと思ったら出る出る出るリズム感ねえよお湯でも出てる出てはいるけどちくしょう出た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 すげえ出るはいすいません、設楽さん、設楽さんちょっともらいます？俺いいんじゃない？いやいやいや、すいません、ちょっと時間もないけど、お願いします。やる？お願いします。お願いします。じゃあ行くね。どうぞ。ちゃんちゃかちゃん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 このお前を水を飲もうと思ったら息が続くお湯でしたくしょーひどくない聞こえない全然出ないじゃないですか全然出ない面白いよね顔が何なんですかその顔いやこれでも相当良かったねいいでしょ、うん、いや今のこのねボヘミアンラブソディ流行ってるのがねクイーンのクイーンロックユーに合わせて、これ相当ちょっと、ね、高いですかこれ最初に近いすごいあこれはいいね一旦お知らせいきます、うん、金曜ジャンクバナナマンのバナナモンゴーゴーおじさんだって金玉ボロリひるがえし走りたくなる時がある服全部脱ぎ捨てて日陰で眠りたいチンポの皮もベロンと剥いて裏返しエアコンの風に当てたいおじさんたち何をしても逮捕される年頃よ欲しいに決まってるじゃんか、ね、その気持ちを押し殺して欲しくないよ別にいいよなんてそっちの方がダメってんだよ俺ら相当すげえおじさんだわなってみろってんだこの年にこんな感じになれるのかおいほっとけないよラジオ終わりお見舞いに行こうかなインフルエンザなんでねすいません行けなくて今日はお迷惑をおかけしますリスナーの皆さんをまた来週9時になったら行きますどうも設楽統でしたはい、TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドはい、やっておりますあれ、今流れたの俺がインフルエンザで休んだ時のやつだ、ね、あれが流れたってことはもうじゃあノミネートにも入んないってことそうですねあ、はい、みんなで作ったやつだね、はい、番組中に先ほどのあのメール来ておりますよ、はい、ラジオネームフリスギファンタ、うん、設楽さん、大倉さん、日村さん、花子、こんばんはいや、違う違う違う東京ゼロさんです、うん、だいぶ前のそうですよキングオブコントのチャンピオン前9年だからチャンピオン、ね、嘘はやめよう嘘じゃないかです忘れないでください取ったんですよあそうだ、そっかそっか俺らも取ったんだねいや取ってない取ってない夜お茶なんて取ってないそうだけど取ってないんですよ俺ら取ってない負けた新曲めちゃくちゃ笑いましたこの間ボヘミアンラブソディ見たばっかりなのでめちゃくちゃ笑いました本物のコウメ太夫が出てきた時なぜか鳥肌が立ちました分かるこれは絶対大賞取れると思います、うんうんうん、いやボヘミアンラブソディ見た人見たない見ました見ました見たみんな、はい、あ見たの見ましたやっぱ見てから聞くと違う全然違います全然確かにそうライブエイドで見たいっていうね、はい、あそう映像が出てくるわけ、ね、なるほどねライブエイドにコウメ太夫出てきたコウメ太夫が出てきちゃうねあのすげえ絶叫してる前にねそういうことも見た見ました見ましたあそうはいいいねこれメール ラジオネームがめでたい風船めでてバルーン、うん、カイザーとチンチンズこんばんはこんばんはチンチンズってチンチンズってみんなチンチンズでしょカイザーもチンチンズでしょってそんな
ごめんなさい。ちょっとわざとやったよね、今一個多く言わなきゃって言われたね。そういうのもバラさないでください。やったな。おい豊本、はい、もっといい感想くれよ。お尻お尻言ってんじゃないよ。言ってないですよ。お尻うるさいよ。もう一言も言ってないですもういいだろう。はい、じゃあ参りましょう。続きましてはですね、ダパンプ、USA。 おお、こっちの曲ですよね、これ。大ヒットダパンプ USA でございますが、さあこの曲はやっぱりこうダサかっこいいってことで、今年ホントヒットしましたが、これね、もっと分かりやすくダサくしてもらわないと、どこがダサいのか分からないというお悩みのメールだったんですね。ああ、まあね、はい、なんか分かりにくいと。そうだね。そこでまあちゃんとダサくなるようにですね、やっぱりこう分かりやすくダサくしないと。分かりやすくダサくしました。そこで番組スタッフのですね、このブサイク軍団というのがいるんですけど、この番組には、これをメンバーとみんなで作りました。いきたいと思います。はい、ダパンプ USA、 ひむべきブサイク軍団バージョン、どうぞ。 USA、 お前らアメリカ人になりたいか。おー、なんでなりたいんだ。チン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 コーラ、チン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 コーラ、チンコーラ願いだら。青柳の部屋で見つけた、見つけた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 、アメリカ人のポール、なんじゃこりゃどうじゃん、なんじゃこりゃどうじゃん。神秘のキワクワク好奇心、 Hey! USA! 金庫が衝撃で、でかい、でかすぎ、でかすぎる、 Wow! まるで腕のようなビッグベン、とんでもない肉さらった。だけれど僕らは地球人、人類平等、みんな同じ。だから Come on baby! アメリカの人か、アメリカ人の人口になりたいな。だったら侍魂捨てるのか。理想は人口だけ、アメリカ人ずちら。 Come on baby アメリカ人口、俺の人口の3本分これよ。 Come on baby ジャパンの人口の自信もだ。無理無理見てみろこのサイズ、チクショー。アメリカ人の人口に、アメリカ人の人口に、アメリカ人の人口になりたいな、アメリカ人の人口。というわけでね、ダサいですね。いやいや、分かりやすくダサいって言うと、もう1個しか言わないですね。アメリカ人の人口になりたいということですよね。まあね、これでもさ、世界観的にもうさ、はい、俺ら世代だよね。親父の部屋で見つけたポルノってさ、今の子はあんまないか。もう今何年か、ね、そうだ ね、 そうだね、見えますもんね。そう、見れちゃうから。そうだよね。もう40代50代ぐらいの人の世界観だよね、うん、響きますね。確かにそう。もうそんなんだよね。ねえ、いやもう俺4本っつってね、1本分違うんですね。違うんすね。1本分違いますよ。これはいいですね。さあでは行きましょう。はいはい、続きましては、うん、星野源くんのファミリーソング。おお、目が覚めて、はい、うん、さあこちらは大倉先生が今年の夏に、まあ赤ちゃんが生まれました、うん、そこでお祝いソングを作ってほしいというリクエストを受けて作った作品なんですけども、うんうん、もう大倉も子供ですよ。そうですよね、うん、もう大倉が産んだんだよね。産めない、必ずしく産めない男で、あ、そう、奥さんが産んだんだよ ね、 ね、それは絶対そうでしょ。すごいよ ね、 ね、大倉に子供だよ。そうですよ、ね、まあここにいるメンバー全員大倉にはもうずっと付き合い長いですから、はい、10年以上付き合っておりますからね、うん、この同志であり戦友という感じのこの大倉先生、うん、出産祝いソングを、ね、お聴きください。真面目なやつか。はい、あれ、星野源ファミリーソング、ひむべき大倉第一子誕生おめでとうバージョン、どうぞ。先日僕らにとってとても幸せなニュースがありました。息子が生まれた、
太陽まぶしい夏の午後に自分のことのように嬉しいあいつがパパだなんてバスケ部の試合中デブドリンク飲んでたオクラが実家の障子をチンポコでぶっ刺し破ったあのオクラが血も聞いたでチンポ出して設楽に怒られたあのオクラが新聞紙で女作りチンポコガサガサしていたオクラがパパに正しい生まれた瞬間にオクラより髪の毛あたぶいあんオナにさらに気をつけなきゃ息子が真似しないようにとにかく今はお疲れ奥さんそしておめでとう大倉の息子よお前のパパはすげえ男なんだぞ今日もお前のために頑張ってるぞ元気に育てよこんにちは赤ちゃん私がどうも明日もです違うよ大倉似てないよ頑張れこんにちは赤ちゃん大倉頑張れ私がどうも全裸です下手くそ何なんだよあの、ね、あのなんで急にやるんだよパパかっこいいぞふざけんじゃんあれ、はい、こんなのがついてたっけそう最後はね、あそっかパパのちょっとかっこ悪いところがね、ありますけどもねこれはお祝いソングでございましたお祝いソングだけど後半どんどんポコチンの話をちょっとポコチンエピソードが多いんですよ ね, 多いなねやっぱりね下北でチンポ出してたんですか下北でチンポ出してたってか出ちゃった出ちゃったこいつほらよくチャック全開だったじゃんまあまあでなんかヨレヨレのトランクス入ってたらいいでしょ2人で並んで歩いてたら知らないうちにこの歩くリズムで多分出てきちゃってチンポ出ちゃうで俺ほら一緒にいたじゃん下北時代に隣で普通に話してパッと見たら途中で出てそんなすごいよね本人気づかないでかいよね出ちゃうゆらゆらしておはいっつってチンポ出ちゃうかまわんすげえな設楽さんもうちょいびっくりするんじゃないですか普通いやびっくりしたおはいっつって外だしメイン通りでしょだってあの、うん、オークランチに向こうどこから出てたか分かんないんですよ、ね、ブランブラン出てるぞっつってやべえなそうパンツをねこうパンツもパンツも避けてズボンも避けて出ちゃったちょっとすごいすごい男です、ね、すごいなお知らせいきますはい金曜ジャンクバナナマンのバナナモンゴールドTBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドやっております、いやここまでですね、はい、ヒムペキグランド大賞2018、はい、いいですねいい感じですかありがとうございま す, いいす、うん、ちょっと感動作品がねちょっとね、うん、先ほどありましたけど大倉の、あれをやっぱりここら入れなきゃいけないそれはやっぱりね、うん、大倉先生ですからねそか感動作品でしたもう感動作品でしたけどね
いや面白いのもあるし感動作品もありますけど、はい、まだまだございます。続いていきますか。いきましょう、うん、続きましてはですね、こちらはスライドボーイズ東京一人ぼっち。あれこれ我々の曲、我々の曲なんですよね。これはですね、あのヒムペキ特別編ということで、私ヒムペキが今年の春に結婚したことを受けて、うん、一夜限りの設楽完璧下ペキ兄さんが歌った曲なんですね。はい、これ東京一人ぼっちスライドボーイズということで、はい、これ今から19年前に発売された曲なんですけど、この曲に乗せて下ペキ兄さんが歌ってくれたやつです。これは僕がやったやつですね。はい、日村さんのことをお祝いしたやつ。そういうこと、結婚のお祝いソングでございます、はいはい、これが入ってるってことも今知ったんでね。そうだよね、はい、そうですね、はい、あなるほどね、これかこれでございます。あ、いいじゃないですか、はい、では参りましょう。わかりました。スライドボーイズ東京一人ぼっち下ペキ日村結婚お祝いバージョンです。どうぞ。この度は日村勇紀結婚おめでとう。日村完璧略してヒムペキ兄さん、今日は設楽完璧下ペキからお祝いの歌送らさせていただきます。体はボロボロおデブちゃん、何でも忘れるズボラちゃん、外見も中身もダメ人間、そんな日村が、そんな日村が結婚した。そんな日村が可愛いあの子とチェ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 。実は私も先日お相手のあの子とお会いしたんです。結婚の報告受けて一緒に飯食った。会ってみたら意外といい人だった。だけど一つ、だけど一つ気になった。あの子が日村をソルと呼んだ。そうなんです、なぜか日村のことをソルと呼んでいたんです。ねえソル、お醤油取って。ねえソウル、これ美味しいね。ねえソウル、顔が変だよ。これは一体何なんでしょうか。なぜソウルなんでしょうか。日村のあだ名はヒムケンさ、同級生はバイブと呼んだ、リスナーはたけしやヘチマバカさも、ババアバラマンディポルタロー日村まんじゅう最後の一個。だけどあの子は、だけどあの子はソウルと呼んでいた。ソウルの理由は聞いてもよくわからなかったんですけど、まあとにかくこれで、まあ、日村の呼び方問題が解決いたしました。はい、いろいろな、呼び名ありました。ただソウル、ソウルで決定したんです。包茎でアナル NG が今じゃソウルです。忘れん坊将軍今じゃソウルです。ソウル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 おめでとう。ソウルソウルソウルチェ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 。ソウルファックソウルファックチェ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 ソウル結婚おめでとう。ソウルソウル。はい、そうね、これ初めてこのソウルが世に出たの、うん、これで言ったんだっけな、だっけかな、この歌でだっけかな、多分そう、ほんと一回そういうことになって飯食い行ったら、はい、初めのうち多分なんか日村とかなんか
いう言い方してたのかな、うん、木村さん多分ね名前を多分言わなかったと思う、うんうん、ねえねえとかそんな感じで、だん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 だったら急にポロッとソルって言ったの、出た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 、何何何つった、いや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 、まあまあソルって呼ばれてることがそこで発覚して、カクタさんのポンジョンと全く同じですね、全く同じパターン、全く同じ、木村さんとか飯塚さんがいた時に最初言わなかったですけど、もうポンチョって呼ばれてるんですよ。その時俺も出たなんて言うんだろうね、あそうなんですよ、分かるだろうっていう、言っちゃダメなの分かるだろうっていう、言っちゃダメなんだよね、で結構まあ言ってたら大倉が今ポンチョって呼ばれてるんですよ、あったねこれね、これでございました、いろいろあったね、はい、まだいきますよ、はいはい、続きましてはですね、三橋美智也さんの、うん、いいもんだなふるさとは、どういうんだ、あーこれか、カールのだ、カールのですよね、カールがなくなるってなったじゃん、そうだ、ね、それで、そうなんです、そうだ、カールがあの発売中止になったんですよね、三橋美智也さんだなこれ、はい、そうなんですね、ということでこのそんなお菓子の引退ソングを作ろうということでございます、そうそうそう、なくなってるお菓子がいっぱいあるんだ、はい、これ去年ですね、東日本での製造販売を中止したお菓子カールの引退コンサートを、そうそう、引退コンサートコンサートでございます、すごい良かった、はい、そうだったね、行きましょう、いいもんだなふるさとはひむべきカール引退コンサートバージョンどうぞ、うん、今日は集まってくれてありがとうカールです デビューから約50年、本日の引退ライブをもって私カールは西日本限定での活動になるわけですけれども、ありがとうありがとう、うん、でも今日は最後まで盛り上がっていきましょう、いくぜ、いや、いい、すいません、ちょっとごめん、ちょっとごめん、あのうごめん、すいません、ちょっとだけいいですか、あのグリコのキスミントが引退を発表したじゃないですか、先日は森永のチョコフレーク、やっぱりライバルでもあり親友でもある彼らの引退を見るといろ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 思います、うん、まあでもね最後くらい笑顔で歌ってお別れしましょう、いくぜ、ごめん、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんごめん、ちょっと止めて、ごめんごめん、情けねえな、情けないな、ダメだ、ジジイだから涙もろいってうるさいよバカ野郎ね、なんか引退していた仲間のことを思い出しちゃって、明治ピックアップポポロ、カルミ、バブリシャス、ドンパチ、ポルテ、あと大御所の梅ジャムさんもでもね、僕と同じように地域限定で頑張ってる奴らもいます、知ってますか、サイコロキャラメルは北海道限定麦麦は高知県限定だからね、まだまだ僕らの世代も頑張っていかなあかんなー言うて言うて、あすいませんこれからは西日本限定なんで関西弁練習してんすよねなんつって
まあ冗談をさておき、50年間本当にありがとうございました。皆さんのおかげで僕は幸せです。最後はみんなで歌いましょう。いくぜ。感動したな。すげえな。なんかね、はい、やっぱカールはずっとちっちゃい頃から食べてたから、うん、そうですね、思い入れがやっぱ強いですね。そうなんだよね、なっちゃうからね。寂しいよね。50年間すごいよ、大御所だよ。やっぱ引退コンサートってのは大事だね。大事だよね、ファンにとって区切りつけるのさ、うんうん、西日本では活動するんですよね。そうそう、限定でね、頑張ってる。いやだから俺この歌聞いた時に麦麦大好きだったわけ、うん、はいはいはい、うん、いつの間にかそういえばないと思ったら、うん、高知限定って聞いた時に嬉しいね。頑張ってるんだよね、高知でね、サイクルキャラメルの北海道ね。そう頑張ってんだよね。いやこれでもいいよね。いい、チョコフレークなくなってたん。いや森永のチョコフレークが何年、ね、まだもうちょっとかな。あ、そうなんですね、うん、あ、でももうもうそうそう、なくなる。森永なんかチョコフレークっていうお菓子はあるけども、森永ではもう作らないよっての発表。知らないんだね、お菓子はもう食べないの。やっぱ好きな方なんですけど、これチョコフレークは知らなかったですよ。ポポロンとかも大好きだったから。ポポロン好きですね、はあ、俺だからないんだよ。ないんだ、うん、さあ、はい、おっと、来ました。王様のもう違うんですよ。おかえり。絶対やる。3回全部同じだな。3回9年間やってたの。王様が帰ってきてる。帰ってきてる。どこ行ってんすか、ね。俺ら城で待ってるだけだから。ね、分かんない。いやこれも新曲なんですね。新曲。新曲行きたいと思います。ね、さっき小梅太夫のがすごかったのに、新曲って大体3個ぐらいあるのよ。はいはいはい、こっちのあれが先に出たから、うん、もっとすごいのが、そうそう、いつも対策作ってっからね。行きましょうか。そうね、こちらラジオネームは小渕さん。来年は平成最後の年です、うんうん、なのでひむぺきで平成を振り返ることはできませんかという、非常にシンプルなんですが、確かにこういう曲はね、これあった方がいいですよね。はい、というわけでございます。平成なんですけども、これ私ひむべき日村にとって平成とはまさしくですね、芸人人生だったわけですね。私は平成元年に思い立って、そして平成2年の1990年に一応芸人デビューをしてるので、これ私ひむべきの芸人人生を歌に今回しております。そっか、はい、平成ってエッチって書くじゃない、はい、なんと日村もエッチから始まる。たまたまですね。そう、ありがとうございます。そう言ってありがとうございます。何受け取ってるの。まあいろんな平成30年いろんなことがあるんで、全部はちょっといけないんで、今回私日村の芸人人生に絞らさせてもらいました。というわけでございまして、日村芸人人生を出発してから現在という終着駅まで一応歌っております。大切、そうです。人生とは駅に例えられる、うん、ある意味この歌は日村ステーション、うん、なのでこの曲で作ってみました、うん、もうお聴きください、うん、ひむぺき日村だけの平成史日村ステーション、どうぞ。やっはーい、みんな残りわずかの平成をいかがお過ごしかな。みんなにとって平成はどんな時代だった。平成を過ごした人の数だけいろんな平成がある。だから今夜は日村の平成を知ってほしい。日村ゆきをキーステーションにお送りする平成、お聞きください。平成元年1989、その年導入消費税、ゲームボーイがブレイクし、ベルリンの壁もブレイクし、日村公認の文化祭、コンビでネタやりブレイクし、その勢いで決心し、平成2年高校3年1年発起
でラママデビュー、あ一本ネタバレ、あっちゅうま楽勝、このまま芸人ドリームと思った瞬間即解散、あるしヒデム陸上部日村一人で大丈夫、やめる続ける、やめる続ける、ヒットランドオーバーパパリン、今私を呼んだかい？いや呼んでないよ。いやお前誰だよ。私はマルコだよ。何しに出てきたんだよ。日村さんがデビューした平成2年アニメちびまる子ちゃんが始まって踊るポップコリンが大ヒットしたんだよ。知らないよ。日村さん一人で芸人やって大丈夫なの？私は心配だよ。大丈夫だよ。何笑ってんだよ。とりあえず日村の芸人人生は続く。平成3年バブルは崩壊、ソビエト解体、サンタフェ発売、一方日村に仕事はない。平成4年 MD 発売、その年シタラは高校卒業、運命の出会いはその翌年。平成5年 J リーグ誕生、シタラと日村が初めて出会う。俺たちこれからすごいことになる。こっから始まるバナナマン誕生。平成6年初舞台、ちなみにその年公開された映画水拳2をめぐり日村と西尾でちょい喧嘩。2007年初担当、そうか、その年2人は20と23発売、速感すごくない？こんな芸人すごくない？そんなん全然すごないで。俺たちはこの曲で紅白に立ったんや。お前誰だ？浜田や。何してんだよ。お前引っ込んでろ。引き続き俺の編成を聞いてくれ。平成8年この年木村のため年木村が演じたドラマロックステーション大ヒット。平成9年正直5番この年のバナナマンライブ、ライブ壊れて満足帰宅、帰りにガムをつけられる。平成10年ビデオ発売、バナナの運賞でコント集。平成11年ユニットライブ、ユウさんと一緒にランホール原宿のチャンピオンスタイルズ。木村さんこれは事件だわ。誰だ？どうも沢口靖子です。なんでお前が出んだよ。この年仮想研の女が始まるの。どうでもいいよ、これ俺の編成史なんだよ。翌年行くぞ。平成12年2000に言う、それがミレニアム。この年私ホリプロスカートキャラバンでデビューしました。誰だ？綾瀬はるかです。よろしくお願いします。うるせえ黙れ、これは日村の編成史。2013-14年二十世紀初頭はユニット三昧、ジェリコにエポック君の席、バナナとオギアとラーメンと千と千尋の神隠し。そうなんです、平成13年には千と千尋の神隠しが歴代興行収入1位を記録しました。事件だわ。だから出てくんなよ。だいたい千と千尋関係ないでしょ。私沢口靖子は千尋の母親役で登場しています。そうなの？それにしても歴代興行収入1位ナンバーワンって素晴らしいですね。日村さんはナンバーワンになったことありますか？うるせえ！ナンバーワンが全てじゃねえ！平成15年発売された世界に一つだけの花、平成で最も売れた曲。一方その頃俺たちはバナナ単独全国ツアー、バラエティーではうちピー出らす操作、それが特別なオンリーワン。新しい考察に変わったね、平成16年。自分で言うとも恥ずかしいけれど、バナナマンブレイク前夜です。バナナのブレイクその前にお席に失礼。私綾瀬はるか、この年世界の中心で愛を叫ぶでブレイクしました。うるせえ。平成17年 Q さんはドッキリ、この時キムラのドッキリ祭り年間24本。こっから俺らの新たな歴史が動き出す。新たといえばこんな新たもありました。僕ドラえもん、ドラえもんの声優が新たに変わったのは2007年2005年だよ。うるせえ。僕ドラえもん、僕ドラえもん、僕ドラえもん、僕ドラえもん。ドラえもんじゃねえんだよ、日村の平成。平成18年リカンでパラパラ、ハットディープでゲンクと出会い、翌年平成19年壮絶スタート、このラジオバナナムーンが放送開始。リスナー大丈夫？この年もいろいろありました。ウルトラクイズで日村が優勝、料理番組で設楽が優勝、あや勢い火がつき大ファイヤー、設楽も自宅で大ファイヤーファイヤー。でも色モネや100万円、平成20年日村改造第1弾、レーシング手術で目をいじる、キングオブコント準優勝。そして平成21年、私設楽さんと共演しました。スターブレインで設楽さんと私綾瀬はるかが共演。キヨスクください。あ、フリスクでした。うるせえな。日村もこの年ドラマに出演。ヒゲガールだよね。マイガールな、なんて知ってんだ。リスナーですから。翌年平成22年、
事件だわ。メリーでスナガがポリプロコムに入りました。うるせえ。平成23年は久村海斗第2弾インプラント手術で500万、のびのこ始まり公式お兄ちゃん。翌年平成24年、ついに始まるこの番組。カイザーしたら朝の顔、今も続けるノンストップ。今じゃ僕も出させてもらってます。なんで各社出てきた。そんな言い方ないじゃん。毎年ヒムペキには出させてもらってるじゃないですか。今年は俺の平成史だから出てくんな。平成25年は03とバナナマンとでゴールドライだから出てくんな。そのタイトルはハンドメイドワークス。リミア。そして平成26年、日村はついにこの舞台結婚発表。日村は紅白出場だ。どうやった。お前関係ないだろ。平成27年はサザエさんの声も変わったです。関係ねえだろ。お前ら出てくんな。平成28、29はみんないろいろありました。だから出てくんな。田舎田先生、うるせえな。オンザリッチしよう。出てくんの。毎日ヌンヌマン。何言ってる。優勝は花子や。本番だよ。出てくんな。はい、うるせえまも。オンザリッチやった。アカデミー名誉賞受賞。そして今年平成30年、いよいよ平成が幕を閉じようとしています。お前誰だよ。バナナムーン前によく会うナレーターの服部潤です。僕もこの番組出たかったんですよ。あの、勝手に出ないでもらえます。これは俺一人の平成史なの。いいえ、一人の平成なんてありません。多くの人々がいて平成は作られました。いろんな人が混じり合ってバナナマンは成立しているんですよ。服部さん、それだ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 。いやー、超大作だ。いやー、終わりでございます。超大作じゃないですか。平成30年よね。てかもううちの事務所のモノマネ芸人フル動員でやってこの前出てもらった。特にメルヘンスナッカがほめちゃめちゃ似てる。大車輪でしたね。全部大車輪ですからね、服部さん以外は。そうすごいな。いや、服部さん今日も俺会ったんだよね。さっき撮ったんです、服部さん。やっぱな、それ撮った後だったのか。さっき撮った。服部さんね、いろんな番組でお世話になってんだけど、いやー、すげえ合うんだよ TBS で。そうだよ。今日も会ったと思ったらこれやってた。これをやりましたね。いや、すごいね。はい、あー、これは超大作だ。はい、うん、いろいろあったね。一旦お知らせいきましょう。はい、金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド、やってます。本日は、ヒムペキグランド大賞2018、はい、東京ゼロさん、はい、ゲストに迎えてやっておりますけども、はい、全てのノミネート作品もう終わりましたね。以上でございます。いやー、すごかったね。すごかったっすね。面白かったね。すごいね。いやー、もう大賞1曲を決めるのみってことです。決めてください。いやいやいや、ね、なんだろう。どんなのが印象に残ってますか。どうですか。結構あるでしょ今年。春日くんのやつ面白い。春日くん、あれね、ギャグ、あれ、クイーン、クイーン、クイーンもいいよ。もいいね。コウメ太夫ね。コウメ太夫もいいね。いやー、いいもんだな、ふるさとも。よかったね。いやー、もういいんだよ、ライブね。最後の超大作もよかったね。最後ね。いやー、ただ大賞はですね、はい、もう決まっております。決まってます。決まってる。僕らの意見は本当に通らない。そうなんですよ。もう大会委員長の私が独断で変形してくれてますね。あ、そうだね。こちらになりますね。本2018年ヒムペキグランド大賞大賞受賞曲は、なんだ。いやー、ちょっと聞いてよ。これってさ、見た目も不細工だけどさ、おお、頑張りじゃん。お前さ、自分のドジでひどい目に遭っちゃってさ。We will rock you ですね。どうぞ。ああ、ピンとくだ。
コウメ太夫の方だね。ジャン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 。確かにそうなもんだな。ジャンジャンジャン。これかっこよかったよ、ね、この前最後の方も良かったしカールも良かったんだけど、はい、これになりました。いやなるほど、新曲だよね、うん、これこれ新曲ですねやっぱウィングロックユーがかっこいいな。いやロックユーに合わせた、うん、これかっこいいしコラボだし確かに。あ、来たね、いいね。今年時代にもね、今年のね、そうそうそう溜まってますね。そういうことね。ダメダメなやついる。ちゃんちゃくちゃんちゃん。何よった。ちゃんちゃくちゃんちゃん。よし、行ってみろ。そうだね。金プリのコンサート。そうですね。でも今考えたらカールも良かったけどね。カールみたいなにもやっぱちょっとね、泣きそうなのよ、最後。感動したんですよ、本当に。身につけてもいちゃうみたいな。やっぱやばいって。前半明るく振る舞うのもちょっとですよね。こらえきれず泣いちゃうんですね。俺、梅田武さんも結構好きだったな。ただ今年度、はい、受賞曲はこちらね、はい、ということで、このまま終わるんでね、はい、ゼロさん、はい、ありがとうね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後受賞曲を聴きながらお別れということで、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。素晴らしかった。なんだよそれ、どうしようもねえな。もっとさ、いいネタ持ってるやついねえのかよ。ひもなさん。え、誰？ひもなさん。その声は。どうも、コウメ太夫と申します。ズレズレであるままに私の話も聞いてたら